日本の GDP なんですけども、もう今年はね4位に転落かと、数年後にはもう5位に転落かと言われて久しいわけなんですけども、でも結局は為替次第ですよ。これね、民間試算で日本2029年まで世界3位を維持する可能性があると。え、なんで？為替です。円高になれば維持、円安になれば4位5位、それだけの話です。まあ結論的に言えばそんなものに一喜一憂する話ではないということですね。そんな為替によってどうにでもなる、だからそれはドルで見るからそうなるだけの話で、円で見れば別にねどうってこともないわけですから。まあちょっと読んでいきましょう。民間資産、円安是正ならインド、ドイツ上回る。日銀の利上げなどで円高ドル安が進めば、少なくとも2029年までにはドル換算した日本の名目GDP が世界3位であり続ける可能性があると民間シンクタンクが試算した。ただ円安が是正されなければ25年にも5位に転落する。専門家は為替レートに大きく左右される GDP の順位に惑わされることなく、生産力など経済の実力を向上させるべきだと訴えると。まあね、ほら3位の日本と、まあ、4位5位になる日本と比べたら、それはちょっと3位のまま頑張ってほしいなという気持ちはもちろんあるんですけれども、でもね、長期的に考えたらやっぱ円安の方がいいんですよ。日本のね、やっぱり経済的ポジションがね、長期にわたってこう成長していくって、やっぱ円安基軸の方がいいんですよ。ここで急に円高に触れちゃったらですね、せっかくこれ輸出でね、日本が稼げる体制になろうとしているところで、いきなり円高になっちゃったら、この機運は終わってしまうわけですよね。だから長期的に見たらやっぱり円安で、まあいいです、別に4位5位に転落してもいいじゃないですか。そして日本の国力がしっかりとね、回復していく。その先にはやっぱ国力、経済が発展していくと、やっぱりね、通貨高くなっていくので、その先には緩やかに円高になっていくわけですよ。だから今円安でしゃがんでますけど、ここでしゃがむからジャンプできるわけで、ここでしっかり日本経済をですね、発展させられる。まあ人口は縮小するかもしれない、でもしっかりと経済を発展させられるところに、政府が全然ダメだから民間が頑張って持っていってですね、でぐーっと伸びていく。その先に円高になる。そしたらね、安定的な3位、もしくは本当にインドが伸び上がってきても4位をね、しっかり維持していくってことができる。長期にわたってね、一定の経済力を保ち続ける日本の強さというものをしっかりと体現できる可能性がありますから、だからとにかく目先の3位に固執してですね、円高がいいみたいな話じゃなくてね、いやいいんです、もう円安ですから、はい、程度の差はありますけど円安ですから、この円安時代をどうね、しなやかに賢くね、したたかに生き抜いていくかということを考えることがいいと思います。もうちょっと読んでいきましょうか。 GDP はその国の経済規模や景気の状況を総合的に示す指数。アジア太平洋研究所 APIR の稲田研究総括が GDP については国際通貨基金 IMF の予測を、為替レートについてはアメリカ金融サービス大手 S&P、グローバルの想定をもとに試算した。為替レートは29年までしか出ておらず、名目 GDP も同年分まで試算した。 IMF によると、円ベースの日本の名目 GDP は25年の631兆188億円から毎年増加し、29年に700兆3662億円になる見通し。この見通しに関し、 S&P P 社の示す為替レートに準じ、25年に1ドルが 123.9 円、29年に 104.9 円になると想定。これをもとに日本の名目 GDP をドル換算すると、25年の5兆930億ドルから29年は6兆6765億ドルに拡大する。25年はともに4兆ドル台と見られる。ドイツ、インド上回ってアメリカ、中国に次ぐ3位になり、29年まで維持される見込み。まあ、結局もうレートだというんですよ。私たち日本人の円換算で見たら、着実にこう伸び上がっていく。それがドルベースで高いか安いか、円ドル次第でどうにでもなるわけですからね。ですから私たちは、あんまそういうね、第何位というものに振り回されることなく、確実に円ベースで積み上げていくということ、これが大切というふうに思いますね。インドはこれ確実に将来的に日本を抜いていきますよ。ただドイツはあまり経済的に今後ね、良くなるとは私には思えないんですね。そうすると日本、アメリカがあって、中国があって、インドがあって、そこにまあ日本が4番目ぐらいを定位置としてずっとね、占めることができたら、これはですね、それなりの経済規模を保ち、国際的に経済的なですね、発言権も発言力もあるという状況になると思うんです。なので今非
非常に日本にとってはデフレ脱却を終えて成長戦略に乗れるかどうか非常に重要な時期ですので、なんとかね日本経済を発展させていく流れにね乗っていきたいなというふうに思います。私もねいろいろとね経済活動してますからね、エクスチェンジャーズをですね発展させ、まあ古墳もねやってきますからね、そこら辺でね日本経済に寄与していきたいなというふうに思っております。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ分かりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。